はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ギークのエルニートです。ということで、本日9月11日から発売しております、これはなんだっけ、バンシーの、デスティニー、いや約束された神ゲーとね、ネットではもっぱら有名なゲームですけれども、こちらでやっていきたいと思います。いや待ったよね、いや待ったよね、待ったよね、許諾するする。いやーこれね、あの体験版の時に僕あの PS3 版をね、まだ PS4 のアカウントを持ってなかったんで、うん、あれですよ PS3 版でやってたんですけど、まあね、そこそこ面白かったんですよね。うん、面白かったんですよ。ちょっと待って、インストールとか始まっちゃったよ。しかも15.88GB のコンテンツをコピー中ってなってるじゃない。こっから先カッツカッツで、はい、でということで、無事インストールが終わりまして、画面サイズを設定していこうかな。あとちょっと待ってくれ、L で好きな画面サイズに設定してくれということだが、こういうことか、こっちか、よくわかんないな、見えてんのかこれ、こう見えてんのか、ここか、もうちょいか、下が切れるな、こんなもんか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 、切れてんだよな、右が切れてんだよな、右が切れてる、左が切れてる、左が切れてる、右が切れてる、右が切れてる、もう切れ切れやぞ。ちょっと待ってくれ、もういいよ、もう後で設定するからいいよ、いいよ。わずかに見える程度の明るさに設定してください。見えません。あ、見える？見えない？見える。うん、わずかに見える？わずかに見えるところはここら辺かな。ここちょっとでも俺明るめが好きなんだよね。うん。テスティの字幕が音声言語と字幕が有効になります？有効にしようじゃないか。まあでも日本語のゲームでしょこれ。日本語だよね、喋るの。日本語でしょ？日本語だよね。よし。そうそう、だって体験版は日本語だったもんね。よし。ではクラスを選択していくぞ。何にしようかな。アークライトの巨大な渦で敵を溶かせ。何がいいかな。なんか今回の動画キャラクリで終わりそうな気がするな。ボイドか。光ぶつけブラスト範囲で敵を破壊する。ガスやソーラーライト敵を分解する強力な銃を紹介する。えい。なんかね、体験が使えるのは確かタイタンなんだよね。あ、全員使えるのかな。でもタイタンがいいかな。けどなんか俺はこのマントが好きだ、マントが好きだ。どうしようかな。まあ体験版もこいつやってたからマントにするか。ちなみにイクソ、これは戦闘マシン、僕戦闘マシン嫌いなんです。これが変態の顔と、これがただのおっさんな。うん、どうしようかな。なんかなんだこれ。やべえ、なんかちょっとド派手な化粧した、これはもしかして。うん、まあいいや、置いとこう。でちなみに僕はね、女の、あ、男のケツをかけるの好きじゃないんでね、やっぱ、ね、女のケツをかけていきたいと思いますけど。ハゲハゲハゲ、これ女性と男性ってこれいるの。まあということでね、ちょっと人間でやるのもあれなんで、肌色の悪い方でやっていこうかな。うん、肌色の悪い方でやっていこうかな。で、ほう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 、違いがわからん、違いがわからん、違いがわからんぞ。どっちがいいかな。こっちが好きかな。いやちょ、色がすごすぎでしょこれ。色がひどすぎでしょ、これでしょこれ。唇は何色にしようかな。唇は僕あんまりね、あんまりね、色濃いのはあんま好きじゃないんだよね。目はね、目は何色にしようかな。目はね、何色がいいかな。やっぱ気持ち悪いね。やっぱできるだけ人肌にっていうか、普通の人に近いのにしよう。普通の人に近いのにしよう。ただお前の顔は気に食わん。ちょっとね、美形なお姉さんがいいよね、こういう時はね。ちょっとハゲだから、顔がよくわかんないけどね。ちょっとね、ここら辺かな。ここら辺が可愛いかね。これがいいかな。
ああ、僕、青目がいいですよ。僕、ちょっと中二病、ちょっと全開に走ってる感じがあるのでね。ああ、ちょっとね、ああ、ちょっとそのピンクすぎるね。ああ、これもいいかな、これもいいかな、これかな。僕はね、ちょっとね、僕はちょっとね、色白の方が好きなんでね、できるだけ色を白くしてあげたい。でも、これちょっと黄色っぽいな。うん、こっちかな。ちょっとね、ハゲはかわいそうですから、なんか良さそうなのがあるかな、これかな。お、ボーイッシュ。何かな？何がいいかな？ちょっとこれは、なんか、アメリカのオフィスにいそうな感じかな？そうだね。これ好きだね。なんていうかな、攻殻機動隊の少佐みたいな感じでね、ちょっと好きですね。ちょっと、マーキングはどうしていこうかな？これとかいいかな？これとかいいかな？なんかこれはちょっと目つきが悪いな。ちょっと、お化粧はきちんとしてあげたい感じもいたしますけれども、これが好きかな。これが好きかな。ちょっと、迷彩っぽくしていこうかな。まあ、ヘルメットかぶってるんだけどね。ということで、ここら辺でキャラクリエーションを終わり、早くも5分。いやー、やっぱね、キャラクリ楽しいよね。お、来たよ。まあ、と言っても、このゲーム FPS なんでね。ほぼ自分を見ることはないんですけどね。じゃあ、結局どうでもええやんって話だけど。まあ、そこはね、無駄なこだわり。お、体験突入しちゃってるよ。おっと。いやー、しかし、前回やったのが PS3 版だからね。ちょっとこれは、画質がすごい向上した気がする。なあ、すごいな。プラネットマース火星。てか、なんだよ、日本語訳出るやん。火星は茶色かったっつってね、名言ですけどね。喋るなって。ごめん、ちょっと黙ろうか。なんかある。おお、喋った。それをトラベラーと呼んだ。そしてその出現は我々を永遠に変えた。偉大な都市が火星と金星に築かれ、彗星は豊穣の地となり、人類の寿命は3倍に伸びた。なるほど。奇跡の時代だった。それは奇跡だ。俺200歳まで生きたくねえぞ。眺め、他の星の光の中を歩むのが運命であることが分かっていた。しかしトラベラーには敵がいた。それは長い間宇宙の黒き深淵の中を追ってきた暗黒だった。黄金時代が始まってから何世紀も経て、暗黒は我々を探し当てた。そしてそれが全ての終わりだった。また始まりでもあった。終わりと始まりは表裏一体ということですね。なんかすごい深いこと言ったけどよく分かってないな、俺。とりあえず見つけてやばいなっていうことだよね。そこだよね。さて、始まるのかい？始まらないのかい？どっちなんだい？始まっちゃうのかい？まだかい？まだかい？ロードが長い。旧ロシアですか。寒いんだろうね。なんかすごい寒そうだね。
ていうか PS3 の体験版に比べてグラの向上が著しい。これはやばい。ああそこだけは認めよう。いやいい、すごいな。今ヘッドフォンつけてやってるんですけどね、あの音も結構臨場感がある音で、やっぱ PS4 はいいね。うーわってお前そんな感情持ち合わせてねえだろ。バレてる。まさか。見つけました。見つかっちゃった。でペロ。俺をその名で呼ぶんじゃねえ。一体どれほどあなたを探したことか。おお、なるほど。私はゴースト。これからはあなたのゴーストです。まあ、長いこと死んでいたのですから、理解できないことがたくさん出てくるでしょう。うん。すでに理解できない。ここは危険です。彼らにやられてしまいます。やだ。シティに向かう必要がある。どこそこ。どこだよそこは。じっとしてください。何？心配しないで。一緒にいます。先を急ぎましょう。今じっとしとろって言うたかよ。先行くの？行くの？出るの？いや動かんの？動かないの？どっちなの？ここはホールの領域です。こんな目立つ場所にいては危険すぎます。中に入ります。いやそもそもね、あのフォールーンって何なのかっていうことをね、とりあえず教えていただきたいわけよ私はね。うん。そこら辺の説明なしでね、あのいきなり逃げなさいって言われてもね、エヴァか！エヴァかそれはお前。もう何の説明もなしに話が進んでいくってエヴァかお前。あれどこ、ここあれこっちじゃないの。体験もやったのにもう覚えてないっていうね。あこっちか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 。こうしましょう。フォールに見つかる前に武器を確保するの。あ簡単に言うねそれ。うん、そんな簡単に言われても。静かに。敵がすぐ上に走ってるぜ俺。てててん。やれやれ、ちょっとお待ちください。ホールは闇の中で力を発揮します。何を？もっと光が必要ですね。お明かりをつけられるか見ています。できる。そしてたった数世紀の私に師匠は大変と。ちょ明るいとこにいよう。怖いからね、ここで待ってるわ俺。お、着いた。うーわーめっちゃいるやん。知らねえよ。え、ねえ、どこ。あ、持ってる。わかりません。どうやって。L で構える。R で構える。L で構えるの。L で構える。じゃあ、あれでトリガーだね。オッケー。いいのね。ててん。ひー。うわー。ちょっと先に行きますか。僕は FPS 初心者なのでね。よし、 R1 で近距離攻撃。なんだ R1 で近接攻撃。なんかまるでしゃがむスライディングもできる。四角でリロード。ふぅちょっと近距離やってみたかったんだよね。敵どこや。お、ああこれあれがついてんな、あのエイムアシストがついてるわ。なんかすげえやりづれえ。いやまあ当てやすくていいんだけどね、下手くそな俺には。
なんかね、すげえ寄ってく、寄ってくよ。うい、まあ、ここら辺はまあ無双できるんだよね。まだいますが、突破するしかありません。進みましょう。おいえ、ちょっと、お、何か入っているかも。中を見てみましょう。Lさんの押し、トリップ地雷です、触らないでください。Lさんの押し込みのダッシュ、俺あんま使ってないからすごい違和感があるんだよね。いやー、来ないでー、ははは。自分の地雷で死によったバーカめ。ハハハハ、勝手に死によった。オッケー、あれ、よいしょ、トゥ、お、出てきた、出てきたな。よいしょ、ダッシュダッシュダッシュ。ちょっとマップまだ見る余裕がない、見る余裕がない、マップ見る余裕がないぞ。よいしょ、ついやばい、ラスアスのリロードの癖がR1 でリロードしちゃう。ちょっとヘッドショット狙っていきたいな。あ、リロードしなかった。え、何体もいるのか。あー、ヘッドショットすると黄色くなるんだ。なるほど、ダメージが上がる気がする。どこだ、やめてやめて、おら、ふう、これは難しいな。 FPS はやっぱり一回やったことあるにしても難しいぞ、これ。お、影がリアル。いや、もうなんか L1 で構えちゃいそうだわ、ほんと。そこの、よいしょ、めんどくせい、これで十分。この場所は思っていたよりもポールンだらけです。もう少し進みましょう。 OK、 何か残されているといいのですが。そうだな、ディバイド。ここはかつてのコスモドロームです。各惑星が月に船を送り込んでました。なんだ、脱出できる船があるはずです。まずい、何かワープしてきます。ワープ、ホールの船です。なぜこんな地表近くに。マジでか、助けて。いやー、いやー、いや、突破するけど、突破するけどさ、あんなでかいの戦いやせんだよ、わしは。あ、俺なんか、うわ、う、おお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 、そりゃ無茶だぜ、無茶だぜ。そのダメージ量は俺には無理やで。よいしょ、なんかこれ挟まれてるっぽいな。うら、俺タイタとかやったことないからさ、あ、やべ、なんかあのあれだ、ラスアスの感じでやると大体慣れてないから。うおっと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 、あ、違う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 、エイムがやっぱちょっと慣れないな。あそこか、あーあー、もうだからリロードそれじゃないってば。ちょちょい、よし、あれ外した、よし、リロード。
しよ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 し。いや難しい。くそくそ、あーあー、ダッシュが違う。危ねえ危ねえ、死ぬかと思った。危ねえ。これを使えば脱出できるかもしれません。なんか敵いるけど先進もう。なんかアップグレードしたわ。うぅ、やーばい。キャンペーンでこんな手たらく。大丈夫か俺、PVP とか大丈夫かな俺。よいしょ、なんか出てっけど。船です、敵を排除してください。先にザコ殺すか。なんかシールドがあるのか、あれなんか燃えてる、強いのかなあれ。あ、ダメージ取るね。エイムが合わせづらいな。エイムが、あー、なんかシールド展開された。倒した。あー、なんか浮いてるの怖えよ。浮いてるっていうだけで怖えよ。ほら、なんか落ちてる。ここから脱出できるかやってみます。オプション？オプションボタンで取れた。これシェアボタンじゃねえかよ。オプション。あ、それ開く前に知ったよ。ずっとここにあります。何世紀も動いてはいません。ポールに根こそぎ荒らされていなくてよかった。飛べるの？喋った。問題ありません。来たー。なんかこの飛行船のなんていうのデザインっていうのなんかあれみたいだね、スターウォーズ的な。オーケー、機能突破は無理ですね。シティまでは飛べるはずです。まあ同じ土地にあるの。このトランスマットは、なんかでかいの来たよ。船内に転送します。センキュー。逃げよ。準備をしてから帰還しましょう。 OK。 誰？謎は深まるばかりでございます。お、焼夷グレネードガンスリンガー、なんか報酬ゲットした。ああ、今のやつな。はいはいはい。そこ、あ、長押しかよ、長押しかよ。はい、ということで、今回はここら辺で一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てね。